アガサ賞はアガサクリスティに敬意を表したミステリーの文学賞でマリース・ドメスティックが主催している。マリース・ドメスティックは伝統的なミステリー愛読者の大会として1989年に発足し毎年春にワシントン DC で受賞式が開催されている。受賞作品はアガサクリスティ作品のような伝統的なミステリーが対象となる。伝統的なミステリーとは 明らさまな性描写や過激な流血、暴力シーンがないミステリー作品と緩やかに定義されていて、大抵は警察官や私立探偵ではない一般の人が主人公となり、狭い地域を舞台として、お互い顔見知りの人々の中で起きる事件や謎を解決するミステリーである。アガサ賞の作品賞には5つのカテゴリー、最優秀長編賞、最優秀諸女長編賞、 最優秀短編賞、最優秀ノンフィクション賞、最優秀児童賞、ヤングアダルト賞があり、これらの賞にノミネートされる作品は大会の出席者すべてによる投票で選ばれる。また、生涯功労賞、ポアロ賞もあり、これはあらかじめ理事によって決定される。英語版ウィキペディアアガサアワード参賞。作家ではないが、ミステリーのジャンルで、 素晴らしい貢献をした個人に与えられる。ありがとうございます。